こんにちは。今日はわからないままにするなという話をしていきます。例えばの話なんですけど、例えばテストでわからないところがある、間違えたところがある、そうしたらそのままにするのではなくて、そこをわかるまでこうやる、でわかるようにするということが非常に大事なので、できないままにしないで、それをわかるようにするということが大事なのかな。だからその方法として、繰り返しそういうのを勉強するもそうですけど、何か調べてみたりだとか、そう詳しい人に聞いてみるとか、まあいろいろやり方があると思うので、わからないままにするのではなくて、わかるようにしてほしいなと思います。で、こういうことっていうのは、勉強とかだけではなくて、野球も同じだと思うので、野球もできないままにするんじゃなくて、いろいろチャレンジした中で、このわからないとかできない、こういうところを少しでもできるように変えていってほしいなと思います。そういう積み重ねが、このいい選手になったりだとか、成長につながると思うので、ぜひわからないままにしないで、チャレンジしてほしいなと思います。以上です。